はい、そしたらね、リクエストがありましたから、桜井市内のね、天皇陵を回ってほしいということでね。もう分かりますね、これ見て分かるな。はい、そうです、叙明天皇陵でございます。叙明天皇陵ぐらいから8か国分かな。はい、まさに古代城でございます。この手すりはありがたいね。手すりがないときはね、ちょっと怖かったんやて。叙明天皇陵もほぼ間違いなかろういうことでございますからね。天皇陵やからね、調査できるのでね、あかんねんけど、この山の上にね、八角墳と思われますけどね、あの上から4日ずっと上がったことあんねんけどね、途中までしか上がられなかったけどね。はい、ありがとうございました。はい、村の様子が見れますよ。この階段なかなかね、地元の階段、一段の階段やけどね、非常にありがたい、手すりをつけてくれましたからね。これない時はね、これこんな広かったかな、これなんか勘違いしないかな、これはもっと狭かったような感じするけどね。まあまあ昔の動画見てみましょう。ちょっとね、わしの感覚ではもっと狭かったような気がするんだけど、これともほぼ2メートルあるからね。あと桜井には天皇陵と何陵あるのかね、叙明天皇と、あ、春申天皇か、そんなもんやったかね。まあすぐ終わるね。そうやな、春申天皇陵は新陵と言われるとこあったね。どこやったっけ、あの横に、あのダムの横にあったな、倉橋ダムの横に。あれも時間あったら回ってみよう。はい、急ぎましょう。はい、叙明天皇陵でございました。左方向です、その先左方向です。まもなく左方向です、その先斜め右方向です。まもなく斜め右方向です。その先斜め左方向です。Thank you.